みんなどぎゃねこんばんは。いつも見ていただいてありがとうございます。りかこです。今回はゆうりくんの飛行船歌ってみた感想 GO。 今回ね、まあね、やりきった感がすごいんですよ。マジで出だしから聞いてもらったらわかるんだけど、わーわーでしょ。このわーわーのところがすごい、もうめっちゃ張るわけ声を。そこでまずやりきった感歌のサビも膨らんでくる飛行船はもう張りながらね、言葉タタ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 ってこう発音しないといけないから、そこもすごくやりきった感。まあ、今回は一番を歌ってプラス大サビを加えて、まあ、編集してもらってるんですよね。その大サビの部分、止まりたくないんだってあるでしょ。もうやりきった感しかないよねいや皆さんぜひ歌ってみてください。今回は私はね、この曲は1個上げ2個上げぐらいで歌いました。どうしてもストレス発散したいという方はこの曲を歌ってマジでやりきった感出しちゃってください。もう達成感すごい出るから。今回のカバー動画に関しての、まあ、聞いてもらいたいポイント一応3箇所あります。まず1つ目がイントロのフェイクです。わーわーの後にわのところはあのオリジナルで歌ってます。まあ、サイロの時もね、イントロの部分をオリジナルで、まあ、フェイクを入れたんですけど、今回もフェイクを入れてますので、そこもぜひ聴いてみてください。よろしくお願いしますはい。で、2つ目が B メロの波。 A メロ、B メロ、サビがあるでしょ。 A メロって静かじゃない、サビってすごい勢いがあるじゃない。この B メロってすごく大事で、 A メロから B メロにつなげるための勢いをギアを上げていかないといけないところなんですよね。 B メロ出だし、君をってここでわってまずギアを入れて、その後誰でもなく自分のために泣いて笑ってきた日々が、そこからリズムに乗っていくぞいくぞいくぞって感じで、突き破る時が来た、もうサビ前の勢い、ギア上がってきたぞっていうところを感じていただければなと思います。そして3つ目、サビの勢いですね。もうね、このサビめっちゃ難しかったんよ。膨らんだこの飛行船は膨らんで空に飛ばしたんだ、早口だけど声量をうわって出さないといけないからすごい難しくて、勢いのまま言ったとしても言葉ってね、ララ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 ってこう普通じゃないって感じてしまうから、膨らんだこの飛行船はってこの少しずつ、まあ、少なからずだけどアクセントを入れてます。のぺーっとしないように勢いよくトン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 みたいな感じで歌ってってるつもりなので、それも見ていただけると嬉しいです。イントロのフェイク、 B メロのギアアップするとこね、3つ目はサビの勢い、これを感じ取っていただければと思います。まあ耳で目つぶって耳で聞いてみて、あれみたいな、言ってた通りやみたいな感じになってくれればすごく嬉しいです。よろしくお願いします。次も新曲出れば歌いたいなと思ってます。いつ出るかな、次が楽しみや。今回はゆうりくんの新曲飛行船を歌ってみたの感想でした。これにてリカコトークフィニッシュ、バイバイ。マチセットはどちのダモール、デレベレーターパンドアリポーザー。